はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。私はねもう13年ぐらいですね、あれですね、まあ14年近くなるんですかね、資産価値レポートというのを出しまして、マンション、新築マンションの物件別にですね、あれですね、このマンションの資産価値はどうやこうやっていうのをですね、書いてですね、それをで、大体地域ごとにまとめてですね、あるいはまあタワーマンションなら東京のタワーマンションとかいう、そういうくくりにしてですね、あれ、PDF をですね、ダウンロード販売してるんです。もうそれは丸13年ですね。で、現状では、東京23区みんなカバーしてます。ただね、もうね、偏ってきましてね、足立区や荒川区のね、物件の場合、私のレポートあんまりですね、売れていないんでですね、そろそろですね、全体的にこう、マンション供給が減ってましてですね、中都心寄りに固めていこうかなという感じになってますけどね、今。まあ、現状は23区あるんですけど、で、他に大阪はですね、大阪のタワーマンションというタイトルと、大阪の大規模マンション、大阪府の大規模マンションですか、というタイトルを出して、今その大阪府あたりをですね、3ヶ月に1回更新しますんで、新しい物件を入れて、完売した物件は除くということで、今大阪府のマンションをやってまして、これがですね、大阪府でですね、200戸以上で販売中はですね、13物件。これもね、だんだん減ってきました。今回だけでですね、新規参入一つもなくて3つ減りましたね。売れてないんです。売れてないからね、こう、でも郊外にでかいマンションっていうのは大体ファミリーなんですけどね、売れてないからね、新しくですね、デバが開発しないんですよ。まあもうしゃあないですね。これ、人数どんどん減ってますからね、こう、郊外の大規模マンションを買うっていうのは大体30代ファミリーなんですよ、主力は。その人たちの人数がどんどん減ってましてですね。で、しかも、みんなですね、今、郊外ファミリーっていうのは、奥さんがですね、せいぜいパートぐらいの感じなんですね。フルタイムの人はほぼいないわけですね。ところが今ですね、奥さんもフルタイムで働くという人が多いんで、そういう家族はですね、ちょっと無理してでもですね、都心寄りに住むんですね。そして子供は一人にしてという感じなんで、昔のマイホームパパみたいなんですね。僕よりちょっと上の世代はいましたよね。段階の世代あたりはもう郊外に家買ってですね、家に帰ってマイホームパパやるんやと。家族と過ごすんやみたいな。土日は家族と一緒にみたいな。まあ、ああいうのって今古いんですね。まあ、それはいいんですけど、そういうマンションでもですね、どんどん今管理費が高くなってるんですね。なんで管理費が高くなるねって、修繕維持積立金っていうのも高くなってます。なんで高くなるんやと言いますとですね、なんでかというと、それ人件費が高いんですよ。人件費が高いというのは、その人がいないんですよ。マンションの管理員っていうんですけど、募集してもなかなか来ないんですね。で、社内から、今まで最低賃金やったんですけども、マンションの管理員って、定年退職したおっさんがやる仕事なんですね。もう、それもですね、どう言いましょうかね、マンションの管理員っていうのは、ただのですね、こう、ぼーっとしてる人では飽きませんでですね、マンションの住人がいろんなこと言ってくるんですよ。で、それをちゃんと裁かなあかんわけですね。自分でできることは自分でやるでしょうけども、本社管理会社に連絡しなければいけないことは連絡してと、まあ大体連絡するんですけど、で、ちゃんと記録も作らなあかんということで、まあ主な仕事はね、掃除とゴミ出しなんですけども、30戸40戸のマンションだと、でもそのなり手がいないとなると、やっぱりですね、賃金を上げて募集しなあかん、賃金を上げて募集してもなかなか来ないわけですね。だからですね、まあどんどんその管理コストは上がってるわけですよ。で、
修繕積立金っていうのはマンションがなんか壊れた時に直したりとかですね、定期的な大規模修繕とかやったりするために積み立ててるんですけど、その工事費自体がですね、こう高止まりしたまままだまだ高止まりしちゃうので、まだまだ上昇を続けてると言っていいわけですね。これもなんでやねんって言ったらですね、一番は人件費です。もう今ね、建築現場でね、人が足りないんですよ。周り見ていただいても分かる通りですね、工事がね、始まらないような現場いっぱいあるんですよね。この近くもね、もうね、ビルがね、オーナーさんがどっかに売ったんですよ。ほんで解体して建て直すのに、もう半年ぐらいね、手ついてませんよ。そんなちょっとでも早やった方がいいわけですよ。ビルの建て直したら早やって早く賃料もらった、賃料収入を得た方がいいわけですけど、多分あれ工事がなかなか決まらない、進まないんでしょうね。私もこういう仕事なんでね、建築現場大体見るんですけど、大手のねマンション建築現場とかは滞りなく行ってるんですよ。なぜその硬い仕事が硬いから職人さんたちも行きやすいわけですね。しかし中小零細の現場っていうのはなんか苦しそうですね。でそれに加えて円安でしょう。建築資材って基本的に全部輸入なんですよ。日本で作ってるものもあるけども、その原料は輸入なんですね。そうすると円安響くんですよ。資材費は上がるわですね、人件費上がるわで、それで建築コストが高くなって、だから修繕工事やってもですね、従来ですね、どうでしょうね、大規模修繕なんていうのは時給500万ぐらいが目安だったんですけども、どうせ今120、30万あったんちゃうかなと。それに、あれ合わせてですね、日々徴収する修繕積立金とか管理費も上げなあかんのですよ。で管理費ってのは大半は管理会社に管理委託料として払うんですね。だから管理会社が今までの委託料では仕事できませんっていうわけですよ。で値上げしてくださいというふうにお願いするわけですね、多くのケースで。そうすると管理組合がどうすんの、こんなやつ値上げ受けたら自分らの管理費を値上げしなあかんやんとなるでしょう。でその場合管理組合は総会を開いてですね、管理費の値上げ案とかいうのを出すわけですよ。あるいは修繕積立金の値上げ案、ダブルかも分かりませんけども。で古いマンションはね、その年金生活してるというでしょう。そうしたら値上げされると困るんですよ。だから嫌やっていうわけですね。で嫌やって言うと、もう否決される場合もあるんですよ。場合によっては十分根回しをしないとですね、否決されるんですね。で否決されたらですね、管理組合をしゃあないし、その管理会社から言われた値上げ飲めませんって返事するわけですね。で飲んだ、そうしたら管理会社が、分かりました、じゃあこの契約期限が切れたら私どもは引きますと、やめますというわけです。これ逆リプレイスなんて言い方しまして、昔はですね、管理組合の方が強かったから、お前らちゃんと仕事せんかったら帰んぞって言ってたわけですね。で今は逆なんですね。だからね、このね、レポートを作っててもね、うわ、新築のマンションの管理費高なったなーっていうのと、修繕積立金安なったなーっていうの。要はね、次に払えるお金が3万円とかで決まってるでしょ。で、管理費をじゃあ2万円にしなあかんって、修繕積立金はじゃあ1万円以内って3000円とか、7000円とか8000円にするわけですよ。じゃあ2万7000円、8000円になるわけでしょ。で、インターネットが2000円とかになるわけですね。で、そうすると修繕積立金は圧倒的に足らないんですよ。本来管理費と同じぐらい徴収しなければいけないんですね。でそれをですね、当初スタート時点7000円とかでやっておくとですね、10年後にはですね、2万5000円とかしなきゃいけないんですよ。いや、これが結構苦しいわけであって、今はね、まだなんとかね、なんとか昔3万円やったのが今4万円超ぐらいになってるんですけど、まあそれでもなんとかね、払えるかっていう感じになるんですけど、これ5年後、10年後になったらね、昔3万円やったのが今6万円とか、それくらいのですね、コストになりそうなんです。実は。これ見ててやばいなと思うんですけど。そうするとね、マンションって高いやんで、管理費高いやんというイメージになってくるわけですね。そうすると、戸建てっていうのは管理費一切いらないわけですよ。その代わり自分でゴミを出してですね、表で汚れたら自分で履かなあかんわけですよね。で修繕積立金って言ったら別に積立てんでもですね、10年か20年経ったらですね、壁塗り替えようかとか、屋根塗り替えようかとか、
で、これに自治体の補助があったりするわけですね。別にやるやらないは自分で決めればいいわけであって。器用な人やったら自分でやりますからね、壁塗るぐらいやったらね。まあそんなんいいんですけど。とするとね、もしかしたらね、5年後、10年後にはね、マンション人気ってもうすごい衰えるんちゃうかなという気がしてきて、この古いマンションもね、管理費高いマンション売れへんのちゃうのと。売れへんかったらもう自然とね、その値段を下げざるを得なくなるのちゃうのと。なんかね、そういう恐ろしい未来が見えてきてね、怖いなと思いながらね、いつもいつもね、このマンションレポートを更新してますと、まあそういう無駄話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。